マルガレータ・フォン・シュタウフェンは、ホーエン・シュタウフェン家出身のシチリア王女で、チューリンゲン・ホーハク・アルブレヒト2世紀。マルガレータは神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世と、その3番目のヒーザベラ・オブ・イングランドとの間の、娘である。1242年に、チューリンゲン・ホーハク・アルブレヒト2世と婚約し、マルガレータの持参金として、プライセンラントが与えられた。 結婚式は1254年から1256年の間に行われ、夫妻は最初エッカルツベルガのエッカルツブルク城に住み、その後バルトブルク城に移り住んだ。夫アルブレヒト2世が国軍で本アイゼンベルクを愛称とすると、マルガレータは1270年6月24日にバルトブルクを去ったが、その際にマルガレータは息子フリードリヒ一世の方を噛んだと言われ、 この時よりフリードリヒは、コアト港と呼ばれるようになったという。マルガレータは最初、クライエンブルクに向かったが、そこからクロイツベルク修道院に移り、後に、フルガに向かった。最終的にマルガレータは、フランクフルトアムマインに移って、バイスフロイエン教会に住んだが、その後まもなくして死去した。第二次世界大戦で破壊された、バイスフロイエン教会を1953年に、 取り壊す際に発掘が行われ、約70の墓が確認されたが、マルガレータの墓は発見できなかった。ありがとうございます。